ポルシェ PFM3200 ポルシェ PFM3200 ポルシェ PFM3200 は有名なポルシェ911の自動車用エンジンから開発された航空機用の空冷水平対向6気筒エンジンである。PFM の名称はこのエンジンの設計部門ポルシェフラグモトレンから由来している。1950年代ヨーロッパの軽飛行機メーカーは 紹介像を施したポルシェやフォルクスワーゲンの自動車用空冷エンジンを航空機用エンジンとして取り付け始めた。ポルシェは何社かに協力して1957年から1963年までの約6年の間メーカー製のポルシェ678シリーズを製造した。このエンジンは信頼性に富む排気量 1590cc の小型のもので、 バリエーションにより 55HP から 70HP を発生した。ポルシェは911から派生したもっと大きなエンジンで航空機エンジン市場に再参入しようと、1981年に新型エンジン PFM3200 の開発を開始した。このエンジンは通常のものより高回転で回るので、普通のプロペラを回転させるために0.44に。 一の減速比のリダクションギアを使用していた。高速の飛行速度を実現するためには、古いエンジンに比べよりスムースに回転が要求され、同様により静粛な飛行のために、マフラーが採用された。3164cc の排気量は、自然吸気の N シリーズで 210hp を、ターボチャージャー付けの T シリーズでは 240hp を発生した。この値は、 同サイズの通常の低回転エンジンが発生する馬力のほぼ2倍であった。シングルレバー操作、全姿勢での燃料とオイル供給、自動高度調整の直接燃料噴射が標準装備され、オプションでターボチャージャーが付いた。PFM3200 は市場で最も進んだエンジンであった。1985年遅くに PFM3200 が市場に導入されると、 ジェネラルアビエーション市場では期待が高まったが1980年代末の市場の急激な賃貸を受けて1991年には生産ラインを閉じポルシェは航空機エンジン市場から撤退したこのエンジンの開発と販売にかかった費用は7500万ドルと見られている市場での販売期間が短かったにもかかわらず PFM3200 は 様々な航空機の標準エンジンや、ワンオフの改造機のエンジンとして装備されているのが、見られる。これらの機体には、エクストラ330、ムーニー M20 リットル、ソカタ TB-16、ロビン DR400、ラッシュメイヤー MF-85 等がある。ムーニー M20 リットルのみが、量産機として生産され1988年に40機。 そして1989年にもう一機が製造された。アメリカ合衆国の法律では多数のエンジンが使用されている場合にはメーカーはこれらに対し保守パーツの供給と整備をし続けなければならないと規定している。ポルシェは所有者が他のエンジンに乗せ替えることに同意すれば市場にあるすべての PFM3200 を買い上げることに決定した。PFM3200N。 ありがとうございます。